はいどうも、ショイティビです。りょうへいです。はい、お願いします。はい、今回は僕がキャッチャーの練習法をお伝えしていきます。オッケー、お願いします。はい、どういうことをやるんですか、今日は。基礎的な基礎の部分を、まあ僕自身も高校からキャッチャーやり始めて、やり始めが全くの素人の状態からやっていたので、まあそういう人も結構いるとは思うんですよ。コンバートとか、まあ自分でキャッチャーやってみたいんだけれども、全然多分キャッチャーわからないから言い出せない、小学生中学生もいると思うので、自分でできるような練習だったりだとか、人に手伝ってもらっても負担かけないような練習なんかを教えていければなと思っております。じゃあちょっと密かにね、キャッチャー頑張りたいと思ってる人はもうぜひとも見てもらって、はい、まあ草野球もやると思うんですよ、はい、ね、いろんな守備やると思うんで、うん、そういう方もちょっと参考にしてもらえればなと思います。そうですね、はい、うちのチームちょっと最近今僕キャッチャーやってなくて、キャッチャー変わっちゃって、それで若干教えてる部分もあるんですよ、やっぱり。なるほど。そういう人とかにも、まあ草野球も突然のコンバート転勤とかでチームからいなくなっちゃって、どうしてもキャッチャーがいないとかっていう、緊急にやらなきゃいけないっていう人とかも参考になるのかなと思うので、ぜひ、ご覧になってください。ということでやっていきましょう。 GO！ はい、ではまずは構えの方からちょっと教えてほしいんですけど。はい、いいですか。はい、ここから、キャッチャーやり始めて、最初全然構えもボロボロだったんですけど、ずっと、まあ、これでやっていこうってことで、で、ちょっと右足前にしてみてください。きついですか。これ痛いね、膝。あ、防具してないからか。これきつくない。それで飛んだけど、ここはやっぱ張ってるよ。あー、まあそれはそうですね。もうそこに関しては、まあその体勢をずっとやってたりだとか。俺こうやってたな、こうは。逆ですね、それ。こうやってメジャーリーガーっすね。そうは。そうすると、左足、左膝に左腕が当たっちゃうっていう、飛ぶときに。確かに。可動域が狭くなっちゃうっていう。そういうことか。はい、取るときのグローブの位置なんですけど、結構かっこいいなと思ってバチーンって取りに行く人結構いると思うんですけど、これするとミットめっちゃ動きます。ああ、腕を伸ばすこと。はい、なるほど。だとミットが取りに行ったときに、バチーン取りに行ったときに動きやすいです。ボールになりやすい。いや、まあそうですね。結果あとはピッチャーも気持ちよくないなっていう。ミットがで動いちゃう理由がやっぱ伸びてるの。腕を伸ばした上でこうやってミットとかボールとか重いものを持つと、どうしてもやっぱだんだん下がってきちゃうっていうので、あの衝撃も耐えきれなくてガンと落ちちゃう場合があるんですけど、僕なんか取るときはもう最初から肘を曲げた状態でバシンと取るようにすると、上に持ち上がって取ってるので、そこの点はあのミットが落ちづらくなるなっていうかなって。あのよく漫画とかで最後の決めボールとかはバチーンって撮ってるね、映像、あの漫画の画面とかがあると思うんですけど、あれは正直真似しちゃダメです。なるほど。はい、僕もたまに本当にバチコン来た時にこうやってバチーンってやる時はあるんですけど、やっぱ若干曲がってるんですよ。伸びきってはない、若干曲がった状態で少しは伸ばしてるけど、まあ落ちないようになるべく。もうこれだけも正直今僕辛いんでなので、あの意識することはできるだけ体の近くで撮ることが、一番意識すべき点だなと思います。まあ僕がよくここの時にやってたのは、ちょっと重めのボール、これちょっと今普通のボールなんですけど、を入れた状態で、重いボールの方がいいんですけれども、ヘビーボールなどを入れた状態で股割りをしながら、こうやって股割りをしながらミットずっとこうやってました。1セットどれくらいですか。僕1分2分ぐらいですね。1セット1分2分。はい、で結構辛いです。これ辛いんだ。まあまず股割りで辛いのと、ミットやっぱ重たいものをずっとこうやってやってるので、やっぱここの筋肉って張ってくるのは張ってくるんですよ。で、まあ、ここで取る体勢でいかにビタッと決められるか、そこもまあ腕の力っていうのも必要にはなってくるので、その体勢、ビタ止めの体勢に合った腕のトレーニングが結構きついので、ぜひ皆さんもやってもらえればと思っております。結構きついです。やっぱこんだけ開いてはいるので、なるほど。でなおかつもう結構張ってます。これなんかさ、さらにこうケツはちょっと上げるこうやるとさらにきついでしょ。きついですね。これ1分じゃまできついよね。はい、じゃあ1分やってみっか。じゃあフリートークの時間ですか。よーい、スタート。もう始まってた、始まってなかったんかい。なんか喋ってよ地獄の放送事故。頑張って。ケツ、はい、で、あとは僕癖で結構手こっち出ちゃうんですよ。を、まあ、ちゃんと後ろに隠しとくっていうのが、まあ、どうしたんですか、結構きついなって。久々やるときついなっていうのがあって。これ高校時代やってた。やってました高校時代。はい、で、まあ僕高校からキャッチャーやり始めたので基礎が全くなってなくて、
やったので、まあ、どちらかというと基礎向きな練習とはなっております。なので、まあ、中学生とか、まあ小学生キャッチャーやり始めた子なんかは、まあ、いいのかなと思っております。しゃべってもうきついな。9、8、7、6、ケツ下がってる、ケツ下がってる。4、3、2、1、ガガガガガガ。しゅんさんやってみます。やめるやめる。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。するグローブはこれプラスこちら。これ、はい、リセットプロステの源田選手モデル の, このバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。